Hello guys. Up? Doing well. おはようございます旅行英会話の時間がやってまいりました。For your trip. ハワイではバチバチ観光客あの、日本人の観光客を受け入れるようになってきましたけれど、なかなか行けないですね、まだね。行っても帰ってきたら大変なことになりますし、 移るのも嫌ですね、えー、でもやっぱりあの行きたいと思う気持ちは皆さん一緒じゃないでしょうか。まあその時のためにということで今日は入国審査での会話。こちらの方やりましょう。必ず英語で聞かれますものね。えー、アメリカで、えーえー、っと十数年前ですかね大きな事件があった時私あのカナダから、えー、アメリカに、えー、っと入国する時にですね 簡単な大体あの入国審査で済んだんですけど、その時はね、掘り葉織り聞かれましたね。どこに泊まるんだ何泊するんだそれからその旅行中の予定はどうなんだとかね、とにかく細かく聞かれたのでびっくりしたことがあります。だからいつどこで何が何が起きるかわからないし、えー、何を聞かれるかもわかりませんので、ちょっと練習しておきましょう。えー、今日の基本の3つ。 ここはみんな I'm here で答えるととても便利ですね。いろんなことを、あの、ト、えー、まあ、ンとかね、ビ、えー、visit my friend でもいいんですけど、I'm here っていうと、まあ、あの、観光しに来ましたとかね、私の友達に会いに来ました。だから、夏休みなのでね、ここに来ました。 というふうに、I'm here というふうに使うととても便利かと思います。皆さんも覚えやすいかなと思います。1、えー、つ目、I'm here for sightseeing. サ e トシーンというのは観光のことですね。観光のためにここにいます。そして、I'm here to visit my friend.、えー、私の友達に会いに来ました。つまりここにいます。 そして、I'm here on summer vacation. えっと、夏休みなので、ここにいます。これ3つとも、for, to, on というふうに前置詞がちょっと、真ん中の方は前置詞ではなくて、不定詞になりますね。何々するためにという不定詞になっておりますが、こういうふうにちょっとずつ変わりますけど、I'm here sightseeing.I'm here visit my friend. でも、通じないことはないです。 大丈夫です。<laughs> この辺は3つね、基本のフレーズ覚えておきましょう <laughs>。そしてですね、役立つフレーズに参りましょう。あのー、絶関でですね、こういうふうなこと聞かれますよね。えっ、ー、と、この旅行の、ここに来た目的は、えーえー、と、あなたは何をしにここに来たっていうやつありますね。そういうふうな感じです。えー、それがですね、えっ、ー、と、 上から一番上の文と二つ目の文がその意味になると思います。では読んでみましょう。What's the purpose of your visit? これごめんなさい。OF のことですね。打ち間違いです。はい、What's the purpose of your visit?Purpose、えー、というのは目的という意味です。だから What's the purpose? なのでっと、目的は何ですか という意味になりますね。Uh, of your visit あなたの訪問の目的は何ですかつまりなんで来たのっていうふうに聞かれてるわけです。そして次の文。What brings, what brings you here? これがとても英語的な表現になってます。なぜかというと、what? これがあの、what 自体が主語になってるんですよね。で、これを日本語に直訳すると、 何があなたをここに連れてきたのかというふうな日本語の訳になります。ちょっと日本語的には微妙ですね。これがとても英語的な表現になります。無生物主語っていうのが主語、えー、に来るところ、時が英語は非常に多いですね。 特に、what とかの疑問詞を主語に持ってきて、何があなたをこうさせたみたいな、そういうふうなあの文を作ることが多いです。今回、what brings you here? 何があなたをここに連れてきたのかつまり、目的は何ですかなんでここに来たんですかという日本語になるわけです。難しいですね。そして、how long will you be staying here? How long? というのは期間を聞きます。どれくらい長い間 ?Will you be staying?、えー、ここにいるつもりなんですかということですね。えー、will なので、これもあの未来、これからのことですね。これからどれくらい長い間、この国に滞在するつもりなんですかというふうになります。How long will you be staying here? そして Where are you staying? これもどこに行くんですかどこに泊まるんですかまあ、だこの場合の答えはホテル。 の名前を言ったりとか、えー、あと地名えっ、ー、とポストンのどこそこのホテルにというふうに、ま、言ってみたりとかできると思います。あここの一番下の部分ですね。I'm staying at my sister's house。私の妹の家に泊まるつもりです。 ま、これもね、妹さんいなくても my sister's house って言ってもいいかもしれないし <laughs>。あの、ま、入国審査のところね、入国カードのところにどこそこホテルに泊まりますとかって、あの、またはどこそこ友達のお家の住所を書いたりとかしますので、え、それを、ま、あの、言えばいいかなと思います。え、じゃあ、えっと、役立つフレーズ上の方から読んでいきましょう。What's the purpose of your visit?What brings you here? How long will you be staying? Where are you staying? I am staying at my sister's house. What's your occupation? I'm a retired office worker. When will you return to Japan? I'll go back on June twenty-fourth. えっと、仕事を聞かれることは、全館ではほとんどないかと思いますが、一番上の文は、Occupation っていうのは職業のことです。あなたの職業は何ですかそして二つ目、I'm a retired office worker.、えー、退職した会社員です。I'm a retired,、uh, retired. retired. これでも退職しましたっていうふうに答えることができます。 そして、when will you return to Japan? いつ日本に帰るつもりですか ?when ですね。return ですね。そして、I'll go back on June 24th。えっと、日日、日にちはね、何番目の日というふうに答えますので、これは6月24日に帰ります。20日、24日、15日。これ全部、あの、カレンダーに載ってる数字は何番目の日というふうに答えてください。 なので、ここは6月24日なので、on June 24th というふうになります。今日はちなみに11月4日なんですね。なので、on November 4th。4th になります。はい。そして、あと、retired っていうのと、return っていうやつですね。ここは、retired ではなくて、retired retired 後ろにアクセントそこでちょっとあやふやに発音しましょう retired そして、えー、3つ目の return っていうのねこれも後ろにアクセントです return return これもちょっとあやふやな感じですね return、えー、この辺を少しアクセント気にしながら発音すると、えー、よく聞こえるかと思いますそれでは皆さんは えとお客さん。私は税関の人になりますね。そして皆さんは2番目と4番目の文を声に出して言ってみてください。いきますよ。What's your occupation?When will we return to Japan? 言えましたか それスイッチしましょう。皆さんは1番目と3番目、声に出して言ってみてくださいね。はい、どうぞ。I'm a retired office worker.I'll go back on June 24th。はい、うまく言えましたでしょうか。それでは木曜日の夜にまたお会いしましょう。s e e you on Thursday! Thursday, night. <laughs> bye bye.